ああサラーそしてここエリオット抜けるからおお決めましたよくカウンター決まったねいやーエリオットの総力素晴らしかったですねあとサラーのね相手見てするはあここでナビケーターが頑張ったんだねちゃんと背中が走ってねランプティーとしても難しかったですよねこれこれファーガーのねガクポ完全に開けたらそっち側にクロス来そうだしよく言えばねウェブスターがもうちょっとねあのもうさらに距離取ってもいいからね背中があれしちゃったけど あそれでもな、それってス,スーパーすぎる、ほんとチアゴシューバーとかしかできない対応だろうから、とかしかっていうか、そのクラスのディフェンスの対応だから、うん、普通にサラーとかエリオット褒めるべきです、ね。あとここのナビケータねあ。その前の時点でハンドになるかもしれない。なんなかったですね。失礼というか、おー、ランプティ相手に当たったね。ハリソンが飛んだ方と逆に行きましたね。ねえ、あんだけ色々ボール回したりしてるのに決まるときこれなんだっていうね。ダンクに当たったんだ。じゃあダンクのゴールになっちゃうんだ、これ。のダンクに当たってなかったら、あれだよね。 あの枠からそれてってそうだったよね、機動的に。アウトにかかってるから。オファーまでいった。ヤンガー折り返せるか、桃虎で。きたよすげえ <laughs> マジですごいめっちゃ落ち着いてた。すごいわすげえ三笘はプレーキャンセルという本当、あそこでも相手見てサッカーできるかね。 同サイドだと全然にゃんからいいパスかない。逆サイドへのやつはめっちゃいいの来たいや、嬉しい。最高。このボールも良かったんだよね。にゃんオフじゃないよね、これ。にゃんオフ、これ。こなてとニャンの立ち位置、どう、これ。これ、オフじゃないといいないや、これもね、キックフェイントで左足の方まで行かないでね、右足でもう一回蹴れる位置にしたのすごいしね。いや、素晴らしいわ。これ、左足までいったらダーウィン間に合ってるからね。いや、これ、スーパープレイで、本当に。 いやーもう、なくあってほしいわ。のにゃんだからな。にゃんはオフになるよね。衝動的に行っちゃうから、にゃんは。にゃんは何かと前いっちゃう。音祭やったー <laughs> よかったー。いやー、最高やな。いや、これすごいよね。これ、右足、クエント引っ掛けたけど、蹴りすぎないでっていう。いや、ほんとすごい。マジですごいわ。いや、本当に。日本人。 人史上最高の選手になってんじゃないマジで。サッカー少年がやったこと全部やって確かにね。抜きまくってゴール前にリフティングしてシュ、クイントシュートしてみたいなね。いや、ほんと、三笘は子供に戻らせてくれますね。でも、ちゃんとにゃんのポジショニングは変えてほしいわ。もっと活躍できるから、そしたら三笘が。審判符、時計見て笛を加えたね、右手の感じ的に。勝ちましたいやー、三笘の修正点はほんとね、あの、 前向かせてくれないサイドバックに対して今後どうしていくかですね。あとは三笘が活躍するために、この三笘にパス出せる選手がパス出せないとこいて、ここがつながんないっていう、これがね、これがもうちょっと下がっててくれたら、こう、こう、こういけるのにっていう。ここを受け入れたら三笘もね、足元で受けよう、相手のサイドバック出てくる、そしたら裏って、この駆け引きできるけど、今はね、ここで受けようとしたときに、ここを潰しに来ないでくれるサイドバック相手にしか仕掛けられないから、これだけ直したいですよね。 もう、あの、治り方半端ないから、間でのプレーの選択もそうだし、守備の時のプレースバックも、ね、川崎時代とか、それが弱点だけど、全然ないし、そんなん。で、裏抜けもうまいしさ、で、あのゴールですから、もう言うことないですよ、普通なら、三笘じゃなかったら、こんなとこまで言わないしね。いやー、すごかった。マジで素晴らしかった。なんか、今年入って一番興奮したね。まあ、前のね、あのミドルシュートもすごかったけど。 でもね、あれいうすごいカットインシュートに三笘も並んだって感じで、今回のゴールは普通にないもんね、こういうゴール。三笘、まあ、に日本人ひいきをね、日本人びいきしたことはないけど、まあ、世間的なそういうのはあるだろうからね、それが、いやー、マジでバロンドール取れる日本人になるかもね。